さん、こんにちは。今回は、東に向かって走っていきたいと思います。半年ぶりに、まともにバイクを動かしますね。暖かい時期ということもあって、月に一度くらいしかエンジンをかけていませんでしたが、元気に動いてくれています。そして、このバイクに乗り始めて3年が経ちました。少しだけレビューをしていきたいと思います。前に乗っていたバイクが、CB1300 スーパーツーリングという巨漢バイクでした。それとの比較になってしまいますが、車体は、210キロで取り回しはしやすいです。3年間で2万キロ走りましたが、まだ外装鳴らしをしたことがありません。倒れそうになっても足で踏ん張れます。排気量は前より下がりましたが、大型クラスになると一緒です。街中での走行は3000から4000回転程度で十分です。高速では 400cc のバイクよりもスロットルを開けなくて楽です。ただ、大型ですのでスロットルを開けると一瞬で速度も免許も吹っ飛びます。よく、MT-09 は激しいバイクと言われますが、MT-09 トレーサーは少しマイルドになっているようです。走行モードは3段階あり、激しいと言われる A モード、マイルドな B モード、真ん中のスタンダードモードがあります。私は A モードで走っています。バイクが暴れないようにスロットルを調整しています。エンジンは3気筒で、独特の音が気持ちいいです。燃費は 23km 程度で、そこそこいい燃費です。最後に、このバイクは、標準の状態では積載性能は皆無ですが、オプションでパニアケースをつけることができます。社外品しかないですが、アドベンチャースタイルなバイクにアルミの箱がとても似合います。 MT-09 トレーサーに決めた理由がほぼこれです。一言で済ますと、アルミ箱が似合う、よく走ってくれるバイクです。そんなこんなで、一つ目の目的地の霧の駅が見えてきました。ちょうど白樺湖から美しヶ原に行く途中にあるところで、ここもたくさんのライダーが集まるところですので、景色も抜群に良いスポットで、ススキがいい感じに黄金色に輝いていますね。それでは到着です。霧ヶ峰といえばヴィーナスラインですよね。車山の方に走っていきます。こちらは緩やかな山の斜面にある道で、景色は抜群にいいです。遠くに富士山まで見えますね。この先にある富士見台でゆっくり見ることにしましょう。ツーリングスポットだけあって、八重も帰ってきますね。せっかく楽しむために来たので、積極的にしていきたいと思います。今回も、半分はゆるキャン巡りも兼ねていて、ここ霧ヶ峰もスポットです。さっきの霧の駅と、この先のコロボックルヒュッテというカフェが、コミック一巻に出てきます。数年前に、そのカフェでキャラメルミルクコーヒーをいただきました。コミックではキャラメル巻きアートですが、メニューにはなく、これを頼みましたが、美味しかったです。ボルシチは食べていませんが、とても美味しいようです。今回は、時間が結構遅めなので、寄りませんでした。またの機会にしたいと思います。以前に、ユカ2というイベントに参加させていただいた時にも、来たことがあるところですが、絶景の中を走るところですね。ここは、朝早くに来ると、雲海が見えるそうです。以前にも見てみたいとか言っていましたが、まだ見れていません。朝早くは大変なので、見る機会はないでしょう。それでは、富士見台に到着です。いい感じに空気が澄んでいますね。富士山も綺麗に見えそうです。先ほどの富士見台ですが、全国各地に同様の地名があるそうです。由来は、富士山や各地の郷土富士が見える場所という意味だそうで、関東や中部にあるものは、富士山の見えるところが多いようです。駅にも、同様に富士山が見えるので、付けられているところもあります。それでは、上田市の方まで行きたいと思います。車山から、白樺湖の方にヴィーナスラインを走ってきましたが、さっきに比べて霧が多くなってきました。霧ヶ峰という名前の通り、霧の発生が多くて、数メートル前しか見えなくなることもあるそうです。山から降りてきて、上田市の市街地まで来ました。ここ上田市ですが、ルートインの発祥の地だそうです。なので、今回の旅の宿泊先は、すべてルートインにしたいと思います。私といえば東横インですが、大浴場があるのはいいですね。他のホテルでは、朝食はお弁当形式ですが、朝食バイキングは、時間帯を決め、手袋など徹底した形でしていました。とても良かったです。それでは、
到着です。長野に来たので信州そばを食べたいところですが、全国どこでも食べれそうですが、せっかくなので上田カリーにしました。それでは今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。よければフォロー、チャンネル登録をよろしくお願いします。